待って、え、なんか折れるな、え、無理無理無理、なんか尖っとるもんだって、すごい貸し切りの水族館を堪能いたしまして、久しぶりに来たな、待って、え、マジで、うん、すっげー、もうやば、目やばくない、かのちゃんです。まあ、海を見に来たんではないんですけど、ちょっと今日はとあるところに行ってみたいと思います。あ、あれあれか、静川マリン水族館に来てみました。わかりづれー、こんにちは、すみません、これで、その渋川マリン水族館っていうのを見てもらったら、割引がね、そう、このはい、割引が効きました。渋川マリン水族館ご案内です。お、なんかすごいな、待って、え、なんか折れるな、え、無理無理無理、なんか尖っとるもんだって、うわー、きたー、きたて、なんかおるよ、ほら、お、上がってゴマアザラシ、なんかこの下の水槽からも見えるよ、すごい貸し切りの水族館を堪能いたしまして、久しぶりに来たな、前はなんかあそこにペンギンおったんよ、でもなんか今店員さんの飼育員さんに聞いたところ、あの1羽になったらしくて、ペンギンちゃんで1羽だと暮らせない生き物なので、現在は池田動物園におるそうです、ペンギンは。なんでここには今ペンギンはいないみたいなんで、
残念。ペンギン見たかったな。はい、中に入りました。うわー、すげえ、かわいい。なんか昔 DS で私このクリオネ育てとったわ。辛いマシ、イワシ、イワシ、海飛び出てるよ、すげえ。あーやば、目やばくない？なんか目金。あ、タコ、マダコ、すげえ、なんか壁と一体化してる。岩？岩と一体化してる。生き物。ちょっとカラフルな感じが増えてきたね。そうやな、うん、確かに。なんか寒い方はなんかあれやな、まあ、黒いっていうかなんか岩みたいなこうか、うん、形というか色の魚が多かったけど。あ、なんかいいよいいよ、これ何？あ、サメじゃんこれ。サメ来ました、シャーク。なんか何これ貝、すげえ貝めっちゃあるじゃん。え、マジで、うん、すげえ、すごくない？できました、はい、なんとも言えぬない子の感じまあなんかちっちゃい子にはいいんじゃないかなって思いますけど、まあ、ペンギンもいなくて残念だったし、なんだろう、なんじゃろう、なんかこの人がなんかあんまりやっぱりおらんのは寂しいよな。まあでもまあ平日っていうのもあるかもしれんけど、平日はもうちょっとおるんかね多分。でもまあすごい楽しかったです。はい。いいですか？はい。本当ですか？いいですか？まあ なんていう？私なんかアザラシの SL とかやったのかな？いやなんかそんなの書いてなかったですよ。ね、ちょっとなんか寂しいね。ちょっと聞いてみようか。だから私的にはなんかそういう餌やりのなんかやつとか。なんかイベント的なのがね、やっぱ水族館ってあってもいいんじゃないかなって思いました。そうね、でも2匹だけだったら餌やってもなっていう部分もあると思うし、で何匹もるんやったらまあわかるけど。そうよな、なんかアシカショーみたいな、なんかあるじゃん、イルカショーとかさ、うん、水族館ってそういうイメージがあるから、なんかそういうのがなんかこう見たいなっていうのはあるかな。まあでもなかなか400円で入れる水族館って最近ないし、まあすごいコスパ的にはいいかもしれない、ね、気軽にこうちょっと魚見たいなみたいな時にいいかもしれないですね。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録
よろしく。